アルビレオは太平洋沿海フェリーが運行していたフェリー。1972年内改造船セトダ工場で建造され、1973年2月に就航した。1978年に車両甲板の増設改造工事が行われた。1987年基礎就航により従来の白に赤ラインの塗装から白と青ラインの新塗装に変更された。 1989年、北、神の就航により引退した。その後、海外焙煎され、ギリシャの EN、ストリンツェスラインズで、イオニアンアイランドとなり、クルーズフェリーに改造され1990年に、再就航した。2000年、ブルースターフェリーに売却されブルーアイランドとなり、2001年に、パトラ・ブリンディジ航路で運航された。2001年、 トルコのマルモララインズに要請され、チェシュメ1となり、下季に、ベネツヤチェシュメ航路で運航された。2003年、アルジェリアの EN、アルジェリーフェアリーズに要請され、マルセイユアリカンテ航路で運航された。2004年、ドバイのマルコシッピングに売却され、マーディフ1となり、ドバイとイラクを結ぶ航路で運航された。2010年にスクラップとして売却され、インドのアラに、 開港の後に解体された。太平洋沿海フェリーストリンセスラインズアルカスの同型船である。1978年に車両甲板の増設工事を行っている。就航当初はステラコンパニオンという女性アテンダントが乗船していた。また、教職サービスは銀座コックドールとの提携で提供されていた。ありがとうございます。